はい、それじゃあですね、調整中に、まあ、プログラムが進行している状態で、いろいろできることがありますので、ちょっとね、説明したいと思います。ここ保持と小さな字で書いてあるんですが、これは温度保持ができるという、機能です。で、まあ、何らかの理由でですね、例えば大きな釜とかだったら、まあ、還元調整のに入る前とかですね、あとなんかちょっと咳を外さなきゃいけないとかそういう時がありましたら、この、パターンステップ赤いボタンとですね、まあ、上下ボタンの下向きのボタンですね、ここが、保持とくくって書いてあります。これを同時に押すとですね、よっ、はい、こちら運転の点灯が点滅に変わります。この状態になると、これまでのプログラムで調整しているのをこの今の温度で一回止めてキープする機能なんです。で、まあ、これで、しばらく、まあ、キープしてて、まあ、また戻ってきて、まあ、操作できるという状態になったらもう一回この運転ボタンですね、これを押せばここまた点灯に戻ります。はい、それからですね、今この状態が、まあ、どの、調整パターンで、どれぐらい時間が経っているのかっていう確認をね、する方法があります。で、これはこの赤いねパターンステップと書いてあるボタンを、大体3秒間ぐらい長押しするとこんな風に表示されます。で、今パターン1でやってまして、そのステップ1の段階ですよということです。で、もう一回押しますと、そのパターン1のステップ1を8時間で入力されてて、点火してから4時間36分経ってますよということです。で、これで確認できますよね。もしなんか温度おかしいぞとかいうことがあったらですね、あ、なんかパターン間違ってたとかね、そういうことをここで確認することができます。で、これも一番左の運転ボタンを押せば表示が元に戻ります。はい、ぼちぼちですね、まあ、炉内の熱で、まあ、熱がですね、目に見える、光となって、見えてくると思います。まだねちょっと分かりにくいんですけど、ちょっと電気を消してね、確認したいと思います。明るくてですね、今昼間なので分かりにくいと思ったので、ちょっとね、この影になるようにパイプをねちょっと置いてみます。もうだいぶ少しですけど赤みを帯びてますよね。で、大体これぐらいの温度からこう色が見えてくると。で、これはどの釜でも薪釜でもそうです。だから実際見え始めるのは600度超えるぐらいなんですけど、まあ、これぐらいからですね、熱が可視光線になって見えてくるということです。まあ、炙りの時開けっぱなしでもいいんですけど、まあ、どうせ冷却の時ね、蓋しとくこともあるので、まあ、500度ぐらい過ぎればほぼ燃え切るものは燃えて、ガスもある程度出たということで、この蓋しておきます。で、まあ、一番上は閉じないで、このまま、最後までいきたいと思います。はい、700度を超えてきましたね。今700、もうすぐ10度ですけど、本体がどんな風かちょっと触ってみますね。まあ、ちょっとまあこの辺あったかい、熱くはなってますね。で、昔の方に比べたらその下のこの高さがありますので、この辺は全く熱くなりません。だから普通の床の方に熱がいくことは、この方からはないです。まあ、この辺が、まあ、炉内の、あるこの辺ですからね、この辺はちょっと熱いかなと。で、蓋はあったかい、まあ、ちょっと多分本焼きだったらもうあんまり触らない方がいいかなぐらいの暑さだと思います。はい、では当然ですね、今釜の中も、こんな感じの色になっています。710度ぐらい、あと少しでね、800度になって、この炙りは、終わりです。
はい、無事にですね、800度になりました。かなり、赤くなってます。で、まあこのまま、コンセントね、入れたまま、冷ましていきます。で、大体ですね、まあ200度ぐらいまでなるまで、コンセントは、まあ、抜かない方がいいと思います。